すぐ首を切ったらどうですか。もらってばかりいるでしょ。その贈答品のことを揶揄してくださってるということでいいんですかね。箕面の市長選も負けるんですよ。もうやめたらどうですか。あの堀田さんの今のご意見は堀田さんまだありますか。フリーの堀田ですけど、斉藤さんを推薦したというのはどういうことで推薦したんですか。そしてまた推薦の約束事は何かあったわけですか。あの推薦については政策協定が必ずあるので、ちょっと今この手元にないんで、あの列挙して読み上げることはできないんですが、あの身を切る改革を含めて行財政改革等がおそらく盛り込まれているというふうに今認識をしています。要するに日本維新の会とその政策協定を結ぶということで推薦したんですよね。そうですね。あの推薦はどこもあの各所してますけれども、うん、あの政策協定なくやることはありません。で政策協定に違反してるわけですから、すぐ首を切ったらどうですか、はっきり言って、うん、ごめんなさい、政策協定の内容に反してるのはどこが反してるんですか。身を切る改革やってないでしょ。もらってばかりいるでしょ。それだけやってもね、そのなんか言われてるその贈答品のことを揶揄してくださってるということでいいんですかね、今のは。そういう潔くない人を今までこう放っとくから、日本維新の会はどん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 堕落していって、要するに箕面の市長選も負けるんですよ。潔しとしていたからこそ、はっきり言ってね、橋本さんがあの2回大阪党条例やって、で彼負けましたよね。ですっぱりやめましたよね。その潔さがあったからこそまだ日本維新の会というのは存続していたんですけど、それがなければもうやめたらどうですか、本当の話。あの堀田さんの今のご意見は非常に確信をついていて、あのその通りの部分があるなと思いました。でそれはどういうことかというと、まあ、我々公職のもの、まあ、特に、まあ、私は議員ですけれども、あの知事や市長というのは行政権を持っているわけでありますから、あのそういうこの態度振る舞いや、またはそういう非常にファジーなあの状況の中で何を線引きし、どうあの県民府民の皆さん、または国民の皆さんに理解を得ていくかっていうのは、非常にその見え方やルール作りも含めて、また権限の行使の仕方も含めて重要だと思います。であの贈答品の件ね、あのおねだりしたんじゃないかとか、まあ、それ結構程度問題があって、あのいわゆるこうPR のためにね、いただくもの、または非常に高価なもので、ただそれをプロモーションとしてカメラの前で使ってもらうとか、そういうようなことっていうのはあって、もちろん私腹を肥やすようなことは あってはならないし、それをしていないというふうに公式見解として知事がおっしゃられてるんで、そこについては私はその事実認定をする権限がないので、それは第三者機関に任せますけれども、そういうのがどのように見られているか、または伝わっているかということについては敏感でなければならないし、今堀田さんのおっしゃっていただいた潔さみたいなようなものっていうのは、やっぱり国民の皆さん見てると思うんですよね。それは私も自戒を込めて、ちゃんとその姿勢っていうのは非常に大きな政治家としての判断基準だというふうには思います。公人は理科に冠を正すような行為をやっちゃいけないの。おっしゃる通りだと思いますね。昔からこれ言われてんでしょ、うん、そういうように見られたら、その本人が悪いんだから、うん、すぐやめるべきなの。まあ、おっしゃる通りなんですよ。おっしゃる通りなんですが、そこにはやっぱり事実認定と、それからその程度の問題や、または本人の説明責任の果たし方っていうのが組み合わさってくると思うんですよね。で今の話でいうと、理科に冠を正さず、それはその通りだし、それを 最大限気をつけながら、やっぱりこの公人としての態度振る舞いをしていくというのは当然だと思います。しかしながら、それがもしそれが全てであれば、例えば全然違うデマや間違った情報みたいなものが流布されて、で
それはリカリー冠を正さ全く例えばその事実がなく嘘だったとしてもね、リカリー冠を正さずでしょと言って辞めるんだったら誰も仕事はできないと思います。だから説明責任をどう果たすかということが非常に重要だということを今日冒頭から違う記者の方からありましたが申し上げているわけです。これはね昔からねなんだかんだでね言い訳ばっかりしてるわけだ。一度辞めてそれで次にねあれは違うということを言って次の選挙に出ればいいんですよ。あ、それも私はあり得る話だと思います。ですからいわゆる法律を犯してるか犯してないかっていうジャッジだけでは政治家っていうのは別にその挙手っていうのは判断するものではないということだと思うんです。それはその通りだと思います。まあ、ですから例えば斉藤知事についてもですね、いや自分は説明責任を徹底的に果たして例えば辞められてもう一度選挙に訴えるということをやられるというのは一つの手法だし手段だというふうにまあ思いますから、その辺も私たちも見極めながら対峙していくべきだというふうには思います。法律を犯していないからって辞めなかったら今の日本維新の会のメンバーってみんなそんなもんじゃないですか、はっきり言って。どういうことですか、それは。どういうことですか。なんか法律にみんな説明できないものばっかりでしょ。例えばね、要するに猪瀬さんは裁判によってセクハラをされたと来てんですけど、これなんでやめないんですか。もうなんかその話もう数十回してるんで、まあ、今日はもうちょっと最後の堀田さんの嫌味だと思って受け止めときますが、その件をもう何度も申し上げてますがセクハラを認定された裁判ではありませんから。はい、どうぞ。フリーランスの安住です。確かに斉藤さんですね、今すごくまあ説明とかいろいろなのされてて会見なんかもまあ2時間ぐらいされてるんですけどもね、一方で兵庫県がですね、まあ普通、まあ夏この夏というか、まあ、次年度の予算概算要求に対しての準備で、まあ、国会議員に対してですねいろいろ、まあ、上京して回ってくるという知事の役割があるんですけども、それをまあ今回見送ったという本当に異例の状態になってるわけなんですよね。で、まあ、説明はご自身の保身だと思うんですけども、まずやっぱり知事の仕事っていうのをやっぱ先にすべきではないかと思うんですが、推薦された政党としましてですね、こういった知事がまあ県政を前に進めると言いながら、まあ中心の一つである仕事っていうのをですね、これなんかスキップしてしまっている状況についてはどういうふうに思われてますか。それうちも拒否したんですかね。これは自民党は自民党の衆議院議員参議院議員国会議員団がもう混んでええ言うて拒否したっていうふうに私は側聞してますけど、ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、だから知事のせいじゃないんじゃないですか。拒否したら拒否したら行かなくていいってことですか。拒否しているのにどうやって行くんですか。無理やりコンコンって行ったらいいんですか。要は多分政治的判断の中で見え方悪いから自民党の兵庫県連の人らがもう今は混んでいいからっていう話にしたんじゃないかと私は認識してますけど、いや違ったら修正してください。ごめんなさい、そういうふうに側聞してるんで、まあ、だから予算説明みたいなのは権限者に決裁を求めに行く話じゃないので、別に国会議員には兵庫県の予算を何か執行する権限もないし、でもある種連携や理解を深めるためにレクをいただくということは、あとは実務担当者でも日々されてますし、私も地元市から来るときもあれば来ないときもあるし、案件案件でね報告に来られることもあるし、報告っていうか共有に情報提供に来られることもあるんで、それは別に義務的ことじゃなくて義務的なことじゃなくて、より円滑に進むために慣例的に毎年されていることだと思うので、それは自民党行って聞いてもらったらと思います。お父さんまだありますか。ちょっとちなみに2時から会議があるのでエンドレスにやりたいっちゃやりたいんですが、どうぞ。来ないでいいから来るなと言わないで行くってことは知事のもね仕事じゃないよ。どういうことですか。知事の仕事としてそれをやらなきゃいけないわけよね、昔岩手県知事だった増田さんが亀井静香さんのところに行って、あんたが評判の悪い増田かと言われて、でくしゃくしゃってなっちゃって、いかに自民党は強いかということで彼は
あの小沢さんの元を離れて自民党の方に来たわけですよね。だからそんなくしゃくしゃとなるような人間を推薦しちゃいかんですよ。あのごめんなさい、ちょっと事実誰がどう言ったのかは分かりませんが、あの一般論としてこのご説明に貸していただけますかと言って例えば人を集めてもらわなきゃいけませんよね。いやそれは結構ですって言われたところにどうやって行くんですか。それ挨拶に行くんやったら別にピンポン行ったらいいですけど、あの人を集めていただいて詳細の説明をするというところに、いやあのそれは、まあ、あの延期にするのか中止にするのか知りませんけれども、その開催はあのこのタイミングではしないというような相手に対してどうやってやったらいいんですか。人どうやって集めてもらったらいいんですか。それ無理でしょう。それは自民党の受付に行って政調会長に会いたいとか、うんね、幹事長に会いたいとか言って、うん、それ直談判すればいいんじゃないですか、うん、それがなんでできないんですか。それは分かりません。それは兵庫県民のためですよ。それ兵庫県に聞いてください。それはそれはあなた聞いてくださいよ僕が兵庫県に行かないんだ。いやちょっと待ってください。それはちょっとおかしくて、あの兵庫県の知事、兵庫県が公式に自民党なりどっかの代議士の集団に対して何かお願いをするということを僕がそれ状況どうなってるんですかって聞くのおかしくないですか、うん、おかしくないでしょ。あなた推薦したんでしょ。ごめんなさい、それは関係ないと思いますけど。だからあの行政の話なんで県知事として、うん、要するにはっきり言って国から金をもらってくるというのはこれは仕事なんですよ、うんうん、それができない知事だったら辞めさせた方がいいですよ。なんかちょっと頭が整理できないんですけど、まあ分かりました、はい